はい、こんにちは、ンカです。今回ですけども、声が詰まってしまう方、裏声が詰まってしまう方、高音が詰まってしまう方、字声が詰まってしまう方、とにかく詰まっていく方、声が詰まってしまう方へ向けた、えー、おすすめのボイトレ方法を紹介していきます。えー、かなりわかりやすいと思います。自信あります。えー、録音必ずしてください。はい。えー、どんなことをやるかっていうことを先に説明してしまうんですけども、もののけ姫のフレーズを歌うだけ。 でございます、まあもちろん他の曲でもいいんですけどももののけ姫が一番わかりやすいですなんでかちょってっうとオペラ系で響きのある声を作るから詰まってしまう方っていうのは硬い声だからその逆をやってあげる方がいいんだけどイメージしやすいようにもののけ姫の楽曲をえーちょっと使ってやっていこうかなと思いますでは続きを聴いてください で、まず声が詰まってしまう方は、どんな感じの声になってるのかって実演をさせていただくんですけども、もしね、その声を聞いて、あ、確かにそれ俺だってなってる方は、あの、続きの練習方法やったりとか、やっていただければと思います。それで、もしね、それ当てはまってないんだったら、コメント欄でね、もっとこんな感じで詰まっちゃってるんですよねっていう話を、えー、コメントいただければと思います。はい。と、ごめんなさい。まだあるんですけども、概要欄に、またね、あの、別な動画あるんで、声が詰まってしまう方は、こんな感じで練習するといいですよみたいな動画あるので、 そちらを見ていただければと思います。じゃあ、声が詰まってしまう方ってどんな感じの声かっていうと、まず感覚からお話すると、なんか喉が上がって、ここら辺が狭くなるような感じの声じゃないかなと思います。うん。なんか閉鎖が強くなっていく。上に行けば行くほど細くなっていくような感じ。それがどんな感じの声かって言ったら、地声だったら、えー 冬が寒くって本当によかったっていう感じの声だったら詰まってないと思うんですけども冬が寒くって本当によかっただと少し詰まってるように聞こえると思うんですよね僕もどっちかというと詰まった声は得意ですうんあのまだ綺麗なままのなんあんま詰まりにくいなうんこれも詰まってる感じです まだ綺麗なままのつまらない声って言ったらまだ綺麗なままのこんな感じです本当にね若干な感覚なんだけどちょっと詰まってます一個前だとこんな感じなので高音に行くとあーっていう風に行くのは詰まってないですでもあー 詰まってってます。なので補足芯のある硬いようなことになっていくような感じ。あとはノイズ乗ったりします。でもしいやいやいやウォンカーさん詰まってもウォンカーさん高音いけてるじゃないですかみたいな。ああああああ高音行けてるじゃないですか。僕の場合詰まってて高に行けてないんですよねって方だったら火星エ体が巻き込んでてすごい邪魔してるような感じ。喉の力みがあるような感じ。 うん、そんな感じが、まあ、詰まってるという言い方でもいいんじゃないかなと思いますのでぜひそんな方はあの続きの練習方法をやってみていただければと思いますなんとなく伝わったらいいかなと思いますはいじゃあ今の詰まる人の実演を聞いてあ俺だってなった方はどんな練習をすればいいのかってことなんだけどそれが最初に言ってたもののけ姫のフレーズを歌うだけでいいんですがちょっと実演すると地声で小さい声で低め喋り声とかのレベルでいいです、まあ、もっと低くてもいいです ただ、無理に低くしないでほしい。えー、あ、おはよう。お久しぶり。っていうぐらいのテンションで僕喋るとするじゃないですか。まあ僕の地声このぐらいなんですけども。だったらこのぐらいでいいです。はー、張り詰めた弓の、震えるつるよ。 この切っ先によく似たお前の心こんな感じでもう全然いいです。こんな感じでって言った時だ若干僕喋る声ちょっと詰まらせて高くしてますよね。だから癖になってるよね僕も。一緒です。イエーイ。で、やり方なんですけどももうとにかく柔らかい空気、声。 そして、響かせるような感じ。イメージ。もう、もういいです。こういう言葉でいいです。もうほんと響かせるのが。はぁ、響けー、みたいな。玉木孝治、みたいな感じでもいいし。はりつめたー、でもいいよー。でも、地声でやってほしい。絶対地声でやってほしい。はりつめたー。絶対詰まるからこうなるから。裏声でやったら。はりつめたーってなっちゃうから。 あと、ミッキーの声とかも苦手だと思いますよ。やあ、みんなははっさあ、行こうなんとかなんとかへやあ <laughs> よくわかんないけど、えー、で、苦手だと思うので、地声で絶対やってください。はーり、はー、はー、こんな感じの声です。で、まずやってほしいことなんだけど、絶対に録音してください。録音、まずしてください。あの、やり方を聞く前に録音してもいいです。あの、張り詰めた弓のだけでもいいです。 この時、詰まる方、特徴としては、ハーだけはうまくいったりするんですよ。はー。でも、張り詰めーた、みたいなことになります。部分的に絶対詰まってるはずなので、張り詰めーた、弓の、全部一定にできるように練習するっていうのが、今回の課題でございますので、ぜひ録音してください。 で、ちょっとした細かいやり方なんですけども、やり方分かったと思うんですよ。はーりつめたーって、自分の喋り声のレベルでいいから、小さい声でいいから、響かせるように柔らかく、はーりつめたーって歌うだけでいいっていう話だったんですけども、ここでちょっとしたポイントがあるんですけども、出だしの声は必ず息少なめで大丈夫です。はーでも柔らかく吐いてください。はぁ。もーって感じ。で、音は、尺ってです。はー はあ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 あは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 ああはああああはああああはあはあは 張り詰めた弓の息めっちゃなくなるだけになっちゃうから「張り詰めた」は「は」「は」「は」「こんな感じになるといいかなと思います今度高音を出したいわけじゃないですかどう考えたってこんな下の音で出したいわけじゃないじゃないですかみんな高い音を出したいからやってると思うんですよそうなのでその方法として「は」「は」「は」これができたらずっと回してくださいます はぁ、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 はの、戻ってきたらもう一回回す。なんかぐるぐる回ってるな感じ。はぁ、はぁ、このまま、はけるとこぁ、はでの、いっででたらもってみてください この辺までだったらこの辺までで OK です。ただ、本当にこの下から作ってあげて上に上がるっていうのをぜひやってほしい。で、今のね、高い声出す作り方はこうですみたいな話をしてさ、できねえよみたいななってる方絶対ほとんど多いと思うんですよねで。できたらラッキーなんですけども、できなかった方はこの二つを大事にしてほしいんですけども、一つが、はあはあはあ、この練習だけでもいいです、全然。この練習。 で、二つ目が裏声でやってみてください。はぁは,は裏声でやる場合は必ず地声に戻ってください。はぁは,は戻れないじゃなくて、はぁは地声に戻る。っていうのをやってください。で、はぁははこのやり方が多分よくわかんないって方も絶対いらっしゃると思うので、少しだけね、あのやり方を解説すると、 は、は、脱力して低い声を、は、は、ちょっと強めでいいので出してください。は、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 こんな感じ。で、軽く、は、は、はって出してください。は、軽く、は。もう一回やりますよ。脱力して、は、は、少し強めに出す。そして柔らかく、は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 、 二つ音があるのわかります？ハ低め、ハ高め、これを繋げるだけ。ハハ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 ハこんな感じ。軽くちょっと高めに出して、え脱力してちょっと強めに低め出してあげて、これを繋げていく。あのハハ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 ハこんな幅と取る必要はないです。ハハ

ななかなかねできにくいとは思うんですけども必ずできるんでできにくいだけでできにくいことを何回もやってれば少しだけねこうなんか変化が出てくるからそしたらもうそのまま変化を積み重ねるだけでできるようになると思いますので是非何回も説明聞いてちょっとこうあこうかなああかなとか文もさんの言ってること、えー、こんなこと言ってるけど私的にはこっちの方がやりやすいな同じ音に聞こえるなやり方があったらそちら優先で大丈夫ですので是非やってみてください。 で、今回はこんな感じで以上になります。すごいね、あの、あんまピンとこないような練習だと思うんですけども、ぜひね、あの、本当にやってほしい。はー、あ、張り詰めたずっとこうやってやるような感じ。で、はあ、はあ、全然ここまででもいいです。高く作ってみてください。作れたら、えー、さっき言ってなかったですけど、はあ、はあ。 こう区切ったりとかやってあげるとまあ歌に行きやすくなってくるかなと思いますのでぜひ練習やってみてくださいうん、ちょっともっと言いたいことあったしもっとこうこの声ができない方はこういう練習するといいよっていう枝分かれがあ,あるんですけどもマジで長くなるのでちょっとこれで、えー、一旦終わりにさせていただいてまた次回も えそのすぐできるような練習内容を提供していきますのでぜひ一緒にやってみてできないんであればできるようにするみたいな感じで、えー、声の柔軟性をどん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 こう確保していって、えー、もっとカラオケが楽しくなることを一緒に頑張りましょう <laughs> 僕もマジで練習する、はいえー、では失礼します